どうも皆さんこんにちは、着松です。本日はですね、こちら今ニューヨークにね、私はいるわけなんですけども、日本に帰りますということで、本当はね、前回の動画で言ってると思うんですけども、もうちょっとねニューヨーク滞在する予定だったんですが、家族の緊急事態ということで、帰ることになりました。で、今回なんですけども、ユナイテッド航空のね、マイレージプラスでもともとねロサンゼルス経由で帰るつもりだったんですけども、ちょっと早く帰ってきてほしいということで、ユナイテッド航空のマイレージプラス5万5000マイルを使って、ニューヨークから東京羽田空港に直行で、帰りたいと思います。いや今回ですね、本当に前日にねキャンセルとか全部夜中先ほどやったんですけども、やっぱりユナイテッド航空のいいところはね、キャンセル変更無料なんでね、これが本当にありがたいですよね。今回こういったねことになってですね、またユナイテッド航空がね本当にいいなっていうふうに思いましたね。はい、ということで今ね私はポートオーソリティバスターミナルっていうね、ニューヨークの一番大きなねバスターミナルがあるわけなんですけども、今そこにね、向かって歩いております。ということで、そこまで歩いて、バスに乗って、ニューヨーク、ニューアークリバティ空港まで行きたいと思います。今朝の6時ぐらいなんですけども、ニューヨークの朝はこんな感じです。いや毎回のように言っておりますけども、なんでこんな素敵なんでしょうね。どこを撮っても絵になる。でちょっとね、今回タイムズスクエアエリアのね観光を最後の方にしようと思った結局、タイムズスクエアに行けないっていうね、残念な結果になってしまいましたけども、本当はね今日から宿泊する予定だったのが、2023年にオープンしたテンポバイヒルトンっていうね、本当に出来たてのホテルにね宿泊するつもりで、まあそれもねタイムスケアのど真ん中にありますんで、まあ利用したいななんていうふうに思ってたんですけども、まあ残念ながらねちょっと今回はね利用することができないということで、まあまた次回ねニューヨーク、ちょっといつ来れるか分かんないんですけども、またニューヨーク来た際にですね利用したいなっていうところですね。はい、ということで、ポートオーソリティバスターミナルまで、テクテク歩いていきたいなと思います。それではニューヨークまた来ます。それではニューアークリバティ空港行きのバス乗り場に来ました。ここはねちょっと分かりづらくて説明するのは難しいんですけども、ヒルトンタイムズスクエアを目指していただいて、その通り沿いに歩いてくると、この薄暗いところにね着くことができます。で向こうにねいろいろ建物がありますけども、この通りのねこれですね、高知 USA ニューヨークリバティ空港までの直通バスと、値段がねまさかの手書きっていうね、24ドルか、はい、往復だとねかなり、値段下がるみたいなんですけども、片道だとねちょっと高いですね。では7時15分のバスということで、あと20分ぐらいかな、かなりねゆとりを持ってきたんで、ちょっとこの辺で待ちたいと思います。まあ目の前にもこんな看板があったり、ここにね係員の方がいたりいなかったりいたします。今はいないですね。クレジットカードが使えませんので、この点ご注意ください。ネットで買うか現金ですね。それでは4時10分バス到着いたしました。それでは乗車いたしました。結構並びができて15人ぐらい利用する人がいるみたいですね。これが始発のバスということで、全然いないのかと思ったら結構いらっしゃいます。シート配列はこんな感じ、22の座席になっております。ニューヨークリバティ空港は近いんでね、30分ぐらいだったじゃない、揺られていきたいと思います。それではもう間もなくニューヨークリバティ空港到着となります。ちょっと肉眼じゃ見えないかもしれないですけども、奥に飛行機とかも映っております。所要時間はだいたい30分ぐらいですね。それではニューアークリバティ空港に到着。ターミナルの順は BCN の順で、止まります。ですので、事前にねターミナルを確認しておくのと、まあ基本的には C が日本のね直行便に飛んでるねターミナルっていう風になりますんで、基本は C になると思うんですけども、国内線とか利用する方は他のターミナルもね視野に入れといてください。所要時間は35分ぐらいですかね。あさっきよりねもう目の前に空港見えてたんですけど、結構そこからかかっております。
ではニューヨークリバティ空港に到着。結局ニューヨークの滞在中ずっと雨でしたね。まあ雪が降んなかっただけありがたいと思いましょう。中に入ってチェックインしていきたいと思います。では2階に上がってきました。エコノミーチェックイン行きましょう。あ、スタイランスゴールはこっちですね。ユナイテッドプレミアアクセス、ちょっと前にですね、ユナイテッド航空のステータスマッチありますよね。私あれ利用しておりますので、プレミアゴールドに今なってるんですよね。ぜひね、ユナイテッド航空利用する方は、ステータスマッチねしておきましょう。というのもユナイテッド航空はね、 ANA とか JAL でいう非常口座席ありますよね。ああいうのもね有料なんですよね。しかもめちゃくちゃ高い、80ドルとか100ドルとかね、あの取られる時ありますんで、プレミアゴールドだとそこ無料です。今回ねそこ無料で指定できましたんで、ぜひやっておきましょう。ということで今回ね手荷物一つだけね預けたいと思いますんで、スタイランスゴールドのねところで手荷物ね預けちゃいたいなと思います。ではチェックイン完了いたしました。保安検査進みたいと思います。ステーランスゴールドはゴールドトラックが利用することができます。それでは無事出国審査セキュリティチェック終了いたしました。今回 C の123番ゲートということで、その近くのユナイテッドラウンジにいたいと思います。なかなかこのポラリスラウンジを利用することができないですね。一応聞くだけ聞いてみましょうか。それではやはりポラリスラウンジはダメでしたので、ユナイテッドクラブに行きたいと思います。それではゲート到着しました。 C の123番、まだボーディングはもちろん始まっておりません。本当に目の前にあるユナイテッドクラブ、ここはもう何回も行ってますけども、こちらで搭乗までゆっくりしたいと思います。まあ朝も早いんでね、シャワーを浴びなくていいでしょう。飲んだくれてから搭乗していきたいと思います。ではラウンジ入ってまいりました。左側にバーカウンター、ここでお酒をもらえます。ビールだけ無料です。それ以外は有料で、反対側には食事のエリアがあります。前回やりましたんで詳しくは見ませんけども、このラウンジはとてもでかく、シャワールームもあるのでめちゃくちゃいいです。では朝ごはんを食べてゆっくりしたいと思います。奥の個室っぽい座席で朝ごはんいただけます。大量のトマトと玉ねぎ、あとハンバーガーで、ここには AC の電源もあるので仕事もしやすくていいね。それではこれから14時間ぐらいのフライトは待ってますんで、ひとまず一杯目ブルームいただきます。このフルーティーのねビールが好きでうまいです。ではこのハンバーガー、チーズバーガーいただきます。搭乗まで1時間ぐらいゆっくり過ごしたいと思います。この自分で取ってきたトマトと玉ねぎをこのハンバーガーの間に入れて食べちゃうっていうのもかなりありです。いやー危ない危ない、搭乗地獄だと思ってたら出発地獄でした。危ない。ということでゲート向かいたいと思います。あー気づいてよかった。ではゲートは目の前なのですぐ着きました。まだ搭乗開始してないみたいですね。今回プレミアゴールドでグループ1になってますんで、グループ1のところ並んでおきましょう。ニュージャージーだからなのか、この空港は結構寒いです。普通アメリカの施設内ってめちゃくちゃ暑くて暖房ガンガンなイメージなんですけども、結構寒めでびっくり。 And your passport. パスポート? Yes, I just need your baggie. Thank you. あ、いいんだ。では搭乗していきましょう。まさかの搭乗ゲートでチケットはいらずパスポートだけっていうね、かなりレアな体験でした。チケット見ないんだっていうね、そんなこともあるんですね。じゃあ今回プレミアゴールドでグループ1で搭乗しております。やはりいいですね、優先搭乗で搭乗することができるっていうのは、物もね早めにしまうことができますんでね。ハロー。ということで座席に着きました。今回30の D というこの足元が広いね座席、一応ねこっちとあと非常口座席もね選択することできたんですけども、ちょっとやめときました。というのも私はね英語はそこまで堪能じゃないので、もし緊急時になったらね邪魔になっちゃうと思いましたので、非常口座席ではないこの真ん中の座席の30の D っていう座席にしました。これが無料で選択できるっていうのはめちゃくちゃいいですね。ニューヨークまでフライト14時間超えますんで、ここまでね足が伸ばされてるのはかなり楽なのではないでしょうか。
ちょうどこの前なのがプレミアムエコノミーだと思いますね。はい、ということで一番最初に、ね、搭乗しておりますので、飛行機が動くまでしばらく待ちましょう。私が予約した時にはやはりねこう高いんでねゼロでしたね。どうでしょう、これから入ってきますかね。ここに置いてあるのは今回ボーイング777-200ですね。であとは機内販売とかね、まあ、ヨレヨレのこういったものが入ってます。まあ、ゴミは入ってなさそうですね。あとあれもありますね、エチケット袋。まあ、座席にあるものはエコノミーなんでこの薄い首に巻くやつとブランケットだけですね。まあ、エコノミーはエコノミーなんでね、はい、こんな感じになっております。ということで搭乗終わったっぽいですね。かなりガラガラです。私の隣も隣の隣もいらっしゃいません。後ろの方の座席は普通に3列空いてるところもあるんで、羽田便ってあんまり人気ないのかな。まあ、ユナイテッド航空といえばね、成田便の方がイメージが強いですけども、まあ、この羽田便もちょうど1年前に就航したばかりっていう感じですもんね。しても結構びっくりです。離陸してすぐプレッツェルと飲み物のサービスが始まりました。いつも飲んでるセラにしました。やはりエコノミープラスに今日座ってるんですけども、普通のエコノミーの人より先にね飲み物聞いてくれて出してくれるっていう風になります。前回のフライトでもね言いましたけども、やはりお金払ってる分、まあ、本当はねお金がかかるんでサービスも先にされるみたいな、そんな感じになっております。ということでしばらくビールを飲んで、普通機内食になるのがちょっと分かんないですね。それでは機内食の時間になりました。クッキーとパンと何でしたっけ、お米みたいなやつとサラダと、こちらがお米。今回はチキンとパスタで、チキンにしたらこれはカレーですかね。いただきます。容器激アツで持てないです。ではちょっと落としそうで怖いですが、カレー、このサフランライスとこのチキンカレー、あ、ちょっとピリ辛でうまい。あのお豆みたい、いつも通り酸っぱめの味付けがしてて美味しいです。今日は一緒に赤ワインにしてみました。はい、結構軽い感じの機内食で良かったです。さっきねハンバーガー食べちゃったもんね。ということで残りはゆっくりいただきます。このチキンカレーのうまいです。ただいまアラスカ上空にいます。目的地まであと3804マイル。このタイミングでサンドイッチの配布がありました。飲み物ももらえましたので追加ビールいただきます。このステラ本当に飲みやすくてうまいです。毎回ユナイテッド航空乗るためにこればっかり飲んでる気がします。では、サンドイッチいただきます。やっぱチーズバーガーみたいな、そんな感じ。すごいバターが効いててうまい。これはビールがうまいやつですね。最高。なんかユナイテッド航空の機内食って本当になんかコレステロール高めでうまいですよね。おはようございます。羽田まであと1時間半のところで朝食が配られました。今回はコーラでいただきます。今回ね、チキン、なんかチキンとワッフルだと、スクランブルエッグとワッフルで、今回ちょっとワッフルにしてみました。ワッフルにギットギトのブルーベリーソースがかかってる感じ。いただきます。見た目はまあまあ、見た目見せましたか。見た目はまあまあギトギトなんですけど、味はそんなに悪くない、むしろ結構美味しい感じ。たまには朝食がワッフルっていうのもありです。
あとクロワッサン。これ前回食べて結構美味しかった気がしますね。違かった。ここ結構ね、もちもちしてて美味しいです。これ14時間、半ぐらいのプレート。さっぱりしたものが出てくるといいですね。それでは間もなく羽田空港到着となります。着陸態勢に入りましたね。それでは今回14時間半ぐらいのフライトでしたけども、やっぱり足が伸ばせるって本当にいいですね。本当にこれこの距離なんですけど、やっぱり全然違いますよね。めちゃくちゃ快適なフライトでした。ということで無事ね羽田空港到着いたしました。まあ私はね今到着してここのね JAL ABC カウンターで荷物を配送して自宅の方に帰りたいなと思います。でまたですねちょっとね見えると思うんですけども、シャワールームっていうところですね。昔はねこちら使えたんですよ。ANA の CFC とかダイヤモンドとか JGC とか持ってるとね、使えたんですけども、ずっとねコロナで休止してたんですけども、やっと復活したみたいですね。ですので、まあ、今回私はユナイテッド航空なんで、ユナイテッドは利用することはできないんですけども、 ANA JAL の飛行機で、こちら到着した方で、上級持ってる方に関してはね、到着時シャワーね無料で利用することができるっていう風になりますんで、こちらねめちゃくちゃいいですね。で今回ねユナイテッド航空のね、マイレージプラス5万5千マイルで、発券させていただきました。ちょっとね高いんですけども、まあ、今回ねちょっと緊急事態ということで帰国させていただいたので、まあ、これはねしょうがないかなっていうところなんですけども、やはりねユナイテッド航空はね、キャンセル変更無料なんでね、もともと他の便で取ってたのも全部無料で払い戻ししてもらってプラスマイルを足して、まあ、今回ねニューヨーク羽田、利用させていただいたっていう風になります。またねステータスマッチね利用していただいたおかげで、プレミアゴールドを利用することができて、これもね本当にめちゃくちゃ良かったですね。やはり14時間とかね長いフライトで足がね少しでも伸ばせるっていうのはね非常にいいですね。はい、まあ英語喋る方はね非常口座席で取っていただくのがね一番おすすめなんですけども、まあちょっとね私みたいにね英語できないんでね緊急時にね役立つになってしまいますんで、ついたての前っていうか、まあ足元が広いところだけねしていただければななんていうふうに思いますので、ぜひねステータスマッチねされてない方は、こちらね1回利用すると5年間ぐらいね利用することできませんので、ユナイテッド航空を利用するタイミングでぜひねステータスマッチ、利用していただくと非常におすすめです。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。